ね、アミーニーってね、アフリカの楽器なんですよね。アフリカで作ってるのね。アフリカの多分女性の方が作ってるんじゃないかと思うんですけどね、やっぱりね。こちらでもなんかね、これもアフリカの楽器なんですけど、こういう親指ピアノって言いますけど、これもなんかこの間こちらでワークショップやった方はこちらの方も作れたのと、これはひょうたんですけれど、まあ木の箱があれば、オルゴールみたいな回してくれる。これはただただ箱ですね。アフリカなんで木が育つの早いのと、こうちょっと軽い木になってますね。どうぞ。どうぞ。あ、大丈夫です。置いてきますね。はい、どうぞ。ビールビールを入れます。日本の三味線のちょっとこうね、サビみたいなのを出してますね。それでは、音楽の父とか言われて、あの教科書にこう貼ってありますね、学校の、バッハって言っております。で、ドイツの教会の音楽監督になったりしてるんですが、非常に苦労された方で、奥さんなくしたりとか、子供がたくさんいて、その中から十何人でいて、その中音楽家になられた方もいらっしゃいますね。では、お送りします。その中の、手拍子で結構ですね、ちょっと手拍子。そうですね、これでやるのがおかしいですよ。実践上のアリアっていう曲をお送りします。うわ。
まあ、愛しいダニーボーイですね、愛しい人。それで、まあ、戦場に送った我が子、父親が歌ったっていうのを説もあるし、母親の歌になったっていう説もいろいろあるんですけど、で、この草原にこう谷のところに、夏が帰ってきた時に帰ってこいよみたいな、そういう風な歌なんですが、それをちょっと送らせていただきたいと思います。アイルランド、違うな、スコットランド、アイルランドかな、あー、詳しいですねあれ、ごちゃごちゃなっちゃうんですよ、スコットランドってアイルランドね、いろんな説もあったりするんで、ね、それではお送りしましょう、ダニーボーイ。